健康診断、どうだった？結果見せてよ。ちょっと貸してね。うん。あ、ピロリ菌、要検査になってるね。胃の調子、良くないの？胸焼けと、食欲不振。痛みは？ないのね。単なる胃炎かな。でも、ピロリの除菌はした方がいいよ。ピロリ菌がいると、後々厄介なことになる可能性がある。例えば、一番最悪なのが、胃がんかな。これは本当に最悪のパターンだから、今のうちに退治しておけば安心でしょ。薬飲むだけだから、手軽にできる。抗生物質とか、アレルギーなかったよね。ならいけると思うよ。予約入れておくから、来週俺のとこ来て。まずは、ピロリ菌がいるかどうかを検査するから。で、見つかったら除菌へ。内服は1週間。その6週間後に検査だね。その間の制限は特にないけど、胃の調子が悪いなら刺激物は控えてね。辛いものとか、熱いものとか、あとは消化が悪いものかな。それくらいだよ。その他は、貧血か。貧血って前からだっけ？そっか。前からあるのか。でもちょっと低いな。どうせ病院来るんだから、貧血の検査もしようか。ついでにね、病院に来るの忘れないでよ。さて、今日はいいんだよね。寝室行こう。次の人は、ああ、そうだった。どうぞ。お待たせ。結果は、やっぱり、ピロリ菌陽性だった。なので、この前話した通り、除菌します。胃の調子は相変わらず？そうか。まずは除菌しないことには始まらないな。それと、貧血検査の結果も出たよ。結構な貧血だな。ふらついたりしない？体がだるいとかもない？特には感じないか。原因はおそらくピロリ菌だとは思うんだけどな。ひどいようなら何かしら考えなきゃとは思ってるんだけど、まずは除菌を優先した方がいいか。薬局でも言われると思うけど、薬飲んで具合が悪ければ、俺に連絡してね。じゃあ、次回は7週間後ね。残念なお知らせです。除菌できなかった。再チャレンジだね。でも、立て続けにってのも大変だから、少し間を空けようか。その間に貧血の治療をしよう。根本的ではないにしても、ひどくならない方がいいからね。2週間分薬出しておくから、飲んでみてよ。今日、お前のとこ、行ってもいい？早く上がれそうだからさ。泊まっても、いいよな。よかった。病院出るときに LINE するから。じゃあ、後で。ごちそうさまでした。うまかったよ。あ、お前、ほとんど食べなかったんじゃない？あ、俺が来るのが待ちきれなくて完食したの？そうなんだ。だったらいいけど。今も、胃の痛みはないの？食事をすれば痛みがなくなる？マジか。もっと早くに聞いておくべきだったな。明日、病院来れる？薬を追加したい。午後でもいいよ。待ってるから、絶対来てよ。どうした？具合悪いのか？吐きそう。よし、トイレ行こう。俺に捕まって。行くぞ。あ、歩けないか。わかった。ちょっと待ってろ。ゴミ箱でいいか。これに入っちゃえ。いいよ。出して。こんなに。とりあえず、出るだけ出せ。いいか。さあ、横になって。上は向くな。ちょっと、このまま我慢して。毛布背中に当てるから、横向きのままでいろ。そうしないと、呼吸できなくなる。また吐きたくなったら教えて。今、救急車呼ぶから。吐血した、おそらく十二指腸潰瘍からだと思う。出血量、およそ500から1000くらい。血液型は RH-A 型。血液センターに連絡しろ。今日の夜勤は？助かった。内視鏡でいけるかな。一応、オペ室も押さえておいて。絶対、助けるぞ。俺を置いてどこかへ行こうなんて、許さないからな。嫌でも連れ戻してやる。お前も頑張れ。行くな。寝てたのか。俺、手を握ったままだったな。朝か。もうそろそろ起きろ。戻ってこい。あれから2日だぞ。目を覚ましてくれ。あ、今、俺の手を握り返した。聞こえるか？聞こえたら、目を開けろ。それがダメなら、もう一度、手を握ってくれ。握り返した。帰ってきた。やっと、帰ってきた。遅えよ、お前。俺を置いていくつもりだったのかよ。よかった。本当に、よかった。あの時、俺がいなかったら、想像もしたくないよ。でも、もっと、早くに気づくべきだった。十二指腸潰瘍だって。ピロリ菌にばかり目がいってた。ひどい貧血だったのは、体内で出血してたせいだったのに。空腹時の痛みだって、俺が聞いていれば、お前に、こんな苦しい思いをさせなくてよかったのに。俺の判断ミスだ。ごめん。許してくれ。今は、話は、また後にしよう。ゆっくり休んでくれ。俺はここにいるから。俺は、どこにも行かない。お前をどこにも、行かせないよ。お前の居場所は、俺のいる場所なんだから。俺の、隣だからな。動画見てくれてありがとう。ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録して、また聞きに来てね。バイバイ。